マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。よく、もう難しいね、ダイエットはもう続かないって、結局リバウンドの繰り返しなんですというお声を聞きます。確かに我慢し続けるダイエットってそもそも続きませんし、心にも体にも良くないなって思いませんか？そこでこの動画では、毎日簡単に続けることができるダイエット法が分かるんです。もしあなたが簡単に私にもできるダイエット法ないかなとお考えであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、スプーン1杯痩せる味噌汁ダイエット法についてお話ししていきます。ではこのお話の流れはこちらになります。1つ目、味噌汁ダイエットの効果について。2つ目、スプーン1杯入れるだけ味噌汁ダイエットの簡単レシピと、最も痩せる食事のそのタイミング、食べ方についてお伝えしていきます。ではまず1つ目の項目です。この味噌汁ダイエットの効果ということで、そもそも味噌汁自体がもうダイエット食なんですよね。これは大豆からできています。しかも発酵食品ですよね。こういった味噌汁を毎日しっかり召し上がっていただきますと、もうとにかくね、腸内環境が整って、しかも発酵している食品ですから、痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちを増やすことができて、元気になってそのまま腸に住み着いてもらいやすくすることができるんですよね。あなたはいかがですか？毎日お味噌汁飲んでますか？私は毎朝必ず飲んでるんですよね。でしかももちろん、お味噌汁の味噌は無添加のものを選んでください。そしてもう簡単でいいんですよ。もう私もね、もうパパッとね、もう味噌汁の具なんかは常備食に向く切り干し大根だったりとか、きくらげとか、切り干しのレンコン、干しレンコンとかね、そういったのをねパパッと使うこともありますし、また海藻を使ってみたり、きのこ類とかお野菜たっぷり、もうそれだけで立派なですね、もうおかずになるわけですよね。しかも発酵食品、そしてスープになってるっていうね、もうとても腹持ちもいいですから、ぜひおすすめはですね、もう毎日お味噌汁生活ですよね。そしてそこにプラス、冒頭でお伝えしたここのスプーン1杯あるものを入れるだけで、さらにその味噌汁のダイエット効果がアップしますから、ぜひ次の項目2つ目、そのレシピと食べ方チェックしていきましょうね。では今回の痩せる味噌汁のスプーン1杯入れるものはこちらです。 MCT オイルです。これはね、私が普段使っている MCT オイルなんですね。 100% のココナッツ由来で、もう完全無添加のものです。で原材料名は中鎖脂肪酸ということで、もうそれ 100% なんですね。ですから、まあ、いろいろありますよね。瓶状に、瓶詰めに、ね、なっているオイルもありますし、こういったように私みたいに一つ一つスティックタイプで個包になっているものもありますので、こちらちなみに 7g×30袋いるということでね、私は1日1袋いただいているんですね。でこういった、まあ要はね、何でもいいんです。 100% 由来のその MCT オイルであれば、無添加であれば安心安全ですから、ぜひね、お近くの、まあ、スーパーだったり、手に入りにくかったら、もう今時ね、ネットでポチで買えちゃいますから、ちょっとご準備してみてください。でこの MCT オイルが何がいいかというと、取るとですね、肝臓ですぐ代謝されて、ケトン体っていうものが大量に作られるんですよ。でこのケトン体っていうのがすごく痩せるポイントになりまして、体内の脂肪をもうガンガン分解してくれるので、結果燃えやすい体になって、代謝が上がってね、痩せやすい体質に近づいていける、そのベースを作ってくれるというものになります。でそのオイルを入れたお味噌汁の効果というのがこちらです。もうそもそ もう脂肪を受け付けないってね、つきにくくしてくれるわけですよね。体質を変えるわけです。そしてもともと持ってる、その溜めてた脂肪も燃やしてくれますし、そして溜め込んだ体脂肪にもどんどん分解してくれますから、
どんどんとその根本的な痩せ体質になることができるんですよね。そしてまた腸内環境も整えてくれる効果があって、もうあなたの便通がねどんどん良くなりますから、まあ、便秘の方なんかもこの MCT オイルがとってもおすすめのオイルになります。ではここから具体的なさらに痩せるそのお味噌汁のね MCT オイル味噌汁ということで、レシピであったり食べるタイミングとかね、そういったお話をしていきたいと思います。私はまあこちらね毎朝一袋お味噌汁に入れるんですけれども、これがなぜね朝なのかっていう、ここがポイントなんですよね。もちろん痩せる味噌汁というのはお味噌自体が無添加であること、そしてキノコや海藻やお野菜、こういったのをしっかりと具材に入れることが大前提です。イコール、まあ、腸内環境を整える材料を使ったお味噌汁にしてくださいねってことなんですよね。ここまでは大丈夫ですか？そしてさらにこの MCT オイルを朝入れることで、一日のその過ごすあなたの食欲をねぐっと抑えてくれる効果、まあ、要は満腹中枢がですねこう刺激されて、こういつまでもねそんな空腹を感じさせない状態に朝から作ってあげましょうということなんですよね。そしてまたこの MCT オイルというのは摂るとすぐにねエネルギーに変わってくれるオイルなんですよね。ですから例えばダイエット中であればですね、太るもと白米とかパンとかこういった糖質の塊をちょっとね量を今まで食べていた半分とか3分の1に減らしてみてください。その代わりのエネルギーとなるのがこの MCTオイルなんですよね。やっぱり一日朝スタートするわけですから、しっかりエネルギーの元はやっぱりね糖質なんですよ。糖質が一日のエネルギーになりやすいですよね。ただそれをガッツガツ食べてしまうとやっぱりなかなかですね痩せにくいということで、なんとかその糖質量を減らしたいわけです。ただ完全カットだと一日のエネルギーがね足りなくて心配っていう方のために強い味方がこの MCT オイルなんですよね。糖質の代わりのエネルギーとなってくれるのがこの MCT オイルになるわけですから、そこをしっかりとですね糖質量を半分ぐらいに、お米とかはね減らす代わりに MCT オイルでちゃんとエネルギーを補ってあげれば OK ということで、またこのね糖質の代わりになるエネルギーはタンパク質も有効ですから、しっかりと、まあ、動物性お肉とかお魚とか卵とかねヨーグルト、こういったタンパク質も OK ですし、プラス植物性の大豆製品ですよね、豆乳とかお豆腐とか油揚げとか、そういったものをちゃんとしっかり摂ることでさらに痩せる朝食メニューになりますし、プラスこの痩せるお味噌汁ダイエットも加速しますから、ぜひ朝からこういったメニューで取り組んでみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回の動画の痩せるポイントは、まずは無添加のお味噌汁、具沢山を用意しましょう。そしてプラスさらにエネルギーをすぐにね作ってくれる MCT オイルを毎朝お味噌汁にティースプーン1杯程度、私で言えばこの1袋 7g 程度をちょい足しするだけで、もっともっと脂肪燃焼効果が加速し、食欲も抑えてくれて1日いい状態でスタートすることができますよということでした。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。